ブラック曲線とは、アルファ線や陽子線など重荷電粒子が物質中を透過する際に示す単位長さあたりの電離数の変化を示す曲線である。1903年、イギリスの物理学者、ウィリアム・ヘンリー・ブラックによって発見された。質量の小さい荷電粒子は物質中を通過するときに散乱するが、質量が大きい重荷電粒子は散乱せずに、 進行方向の物質を電離しながらエネルギーを失っていく。物質中を進む重荷電粒子は運動エネルギーを失って速度が低下するに従い、速度の事情に反比例して大きな抵抗を受けるため、ある一定速度まで遅くなると急激に停止する。この時、停止点近傍では非常に大きな電離を受け、大線量を発生する。 この現象を利用するものが重粒子線量法である。空気中を進むに4 9目部アルファ線のブラック曲線高速の過電粒子が物質内を通過するとき、その過電粒子はその経路に沿って物質原子を電離し、イオンと電子との体を作る。入社した過電粒子は次第にエネルギーを失っていく。過電粒子は 物質内の経路を他人距離進むにつれてエネルギー依存が増大していき、いずれ停止する。この家電粒子の通過距離とエネルギー依存の関係をプロットしたものを発見者のウィリアム・ヘンリー・ブラックにちなんでブラック曲線と呼ぶ。物質内を進む家電粒子が停止する直前、エネルギー依存は最大になり、続いて急激にゼロにまで低下する。この曲大部分は ブラックピークと呼ばれる。この現象は放射線療法において非常に実際的な重要性を有する。また、ブラックピーク後のブラック曲線の接線が非電離ゼロの軸と交わる点のことを否定という。渦は単位距離ごとのエネルギー依存を示したものである。この図でわかるように、大気中を飛行するアルファ粒子の電離密度は、その値が極大に達するまで増加し続ける。 5 2 4 9メ e のエネルギーというのは、土壌中に、花崗岩が含まれるところであれば、どこにでも存在する、天然ラドンガスのアルファ線放出エネルギーに、相当する。ブラックピーク二つ目の図では、粒子加速器によって発生させた2 5 0メ e の、陽子線、ブラック曲線が、どのようなエネルギー依存を示すかを見てとれ、この性質が、いかに放射線療法において重要性を有するかが、 わかる。この250メブというのは、人組織に適用する際、貫通振動を考慮して用いられるエネルギー強度である。ブラックピークは非常に鋭い。このことは、周辺組織に大きな障害を与えることなく、主要に対する照射効果が密度の濃いものになりうることを意味する。図の青い曲線は、 例えばエネルギー加速器を調節することによって照射される主要体積がより大きくなるようにブラックピークがどのように広げられるかを示している。最後に紫の曲線は根本的に赤及び青の曲線とは正常が異なっている。すなわち高エネルギー X 線の吸収動態である。この曲線にはブラックピークが見られないがエネルギー強度は すそのの広い指数関数曲線として捉えることができる。ありがとうございます。